皆さんこんにちは、フクロウです。今回はアナザーエデンの秘境バルオキー山荘ベリーハードのハイゴブリンを倒していきたいと思います。それではどうぞ。ということでね、こちらがハイゴブリンとなっています。今回はですね、仲間を呼ぶそうです。でこちらのアベトスなんですが、非常に強いですね。でハイゴブリンはですね、一旦ね全体腕力アップを使ってきます。ということでね、できるだけデバフを使っていないとすぐにやられてしまいますね。でハイゴブリンは2ターン目、単体物理攻撃の気絶付与を使ってきます。ちなみにこの特戦とはですね、ハイゴブリンを倒せばいいんですが、このハイゴブリンはですね、弱点なしなので、このように AF もね、あんまり伸びないという。で、アザミの連撃をアベトスに当てて AF のゲージを稼ぐという方法もあるんですが、私は今回ね、ハイゴブリンをもしかして狙っていくという感じになっています。ちなみに3ターン目は、バフデバフ解除してくるというね、能力を使います。今このようにね、デバフが入ってないと、HP がマックスでも一発でも持っていかれるというね、厳しい戦い。で今ここからですね、また AF ゲージを貯めないといけないんですが、まあ、アザミもいなくて時間がかかるので若干ねスキップしておきます。で2回目のね AF ゲージ溜まってるところまで来ています。で HP がね、まあ、危ないので、ここでね回復を入れつつ2回目の AF を使っていく感じになっています。ちなみにアベトスの5ターン目はね、HP 回復をして、めちゃくちゃダメージを与えられます。でここからさらにですね、AF ゲージを貯めるので、スキップしています。で、アベトスの3ターン目は単体物理攻撃かつ、耐性ダウンと、全体地属性攻撃をしてきます。で、4ターン目はね、先ほどの攻撃を別々に違うやつが使うという感じですね。打体性ダウンが入った状態で打撃を受けるとですね、ガリューのように一発でやられてしまうという結果になります。今先ほども言ったようにアベトスの5ターン目は回復となっています。でアベトスの1ターン目と2ターン目ですが、こちらも単体物理攻撃打体性ダウンと単体物理攻撃季節不要ですね、まあ、交互に使ってくるという感じになっています。で動画を作っている時にね、若干思ってたんですが、スキップしている時にコンティニューしているっていうね、考える人もいると思いますが、まあ、右下のように2人とも死んだままですね。あと個人的にラクリアのエイミングを使えば、まあ、もうちょっと楽なのかなと思うんですが、まあ、山荘をね全部同じメンバーで攻略しているので、このようなねパーティー構成になっています。でまあ、このような説明をしている間にね、AF が溜まったので、使っていきたいと思います。でね、まあなんとか倒すことができました。途中ね、アザミを失っているので、かなり大変でしたね。で、こちらの素材で、ヘカートシャッテンを強化することができるみたいですね。まあ、これに入るとですね、すべての石板が揃うので、次のエリアが開放されます。皆さん、ご視聴ありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録してくれてもいいよ。別に、高評価はしなくてもいいです。それではバイバイ。